ベルダンディにしました。ラストチャンス。あ、いいですね。ベルダンディ。おお。ください。画面ください。おべ。うん、コメント来てらっしゃいますね。うん。ベルダンディね。モン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 スタート。ちょっと手なし不合が。やっぱバイケンのファンがいるな。バイケンのファン多い。今こそバイケンです。アジキラ。アジキラ。ダメージボール。ダメージボール。変えてきたんだな。おお。上回り。いい削りっすね。全然ね。全然。思ってたのとは違うんですけどね。すごいプレー。いい削り。お。いい削り。いい削り。満足げ。お、もう当てていいと仕上げに行く。さあ、はっ。あいつが残った。あいつだけ残ったまさかのあいつ。しかも、しかも。え、まあ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 。これだよ、これで。いや、厳しい。いや、だって重力大丈夫です。大丈夫？え、これ、だって雑魚は蘇生されないですから、倒さなければ。あの、魔導士を。そうですね。ああ、逆に。とりあえず、下削りはいい。それは誰だろう、上倒しちゃう。結構言う。もう結構言い始める。もうそうそう、言い始めたくなっちゃう。あれめっちゃ聞かれた。めっちゃ聞かれた。あ、やっぱ今の M4 トラップなんで。完全なトラップ。トラップ。ドクロ再生じゃないですね。ドクロ蘇生。そっかそっか。次のステージ抜けるんですよ。あ、よし、よし、あ、足りない。おのれ。ロンゲン。台風やばいんすか？え、そうなんすか？やばいっていうコメントも。さっき雨がやばかったんですよ。そうなんですか？やばくはなかった。うん、なんかパラパラと。あと何時間放送やればいいんですか？あー、下やれると思ったのに。惜しい惜しい。まあまあまあ、台風で飛びそうって人いるんですよ。家がなかなか抜けづらいですね。言っても二体蘇生ですからね、ここ。ですよね。そんなに。そんなですよね。こういうの根気強くやるの苦手なんだよ。星飛んでる？ああああああ、ミスかみたいな。ゴージャスさんもいる。コメントにゴージャスさんがいる。オッケー。お、ナイス。ありがとうございます。ゴージャスパワーかな。ゴージャスパワー。なんかまだ助かる、まだガスかる。ちょこちょこさっきから。ちょっと入ってくるんですよ。応援コメント。ガブに当てる気だったんですよ、はい、正直に拍手を白衣としますから、ね、ただただおー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 
ど向こう本当に眠くなってるみんな眠くなってる、むにゃむにゃしてたもんむにゃむにゃしてたもんじわりません本当にさっきまで全然眠くなかったんですけど今眠くなってきましたそうもう、ね、俺朝6時まで全然眠くなかったんだけど、そうそうそう、眠くなってきた、焦ってチョコレート食い始めたもんねやべ眠いと思って頭部もどうにかなんで、ね、目がね、今でもちょっともう目覚めてきてる、さっきまで全然眠くなんだかんだ俺も6時間連続でここにいるからもっとじゃない、もっといる、あのね、なぜもう7時間連続でいる、なぜババゾンさんが一番酷使されているのか僕とか川君よりも長くいますからねそうか、そうですね、いけるって言ったらいけるって言うからね、私見ると思うよ、はい、いけるって言うから本当だよ、ね、おーいぐらいから私よいしょ、そう、そのチョコレート超美味しいっす、もうからですけど。ああ、しゃ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 。チョコこっちにも。いいチョコ。あ、これね、皆さん食べたりですか、ね。眠くなっちゃうから。いいチョコレート。だいたい。ともきが食べちゃった。いいチョコある。うまい、マジでうまい。いいチョコだよ。このチョコね、牛乳欲しくなるんですよね。だから牛乳買ってきてもらってもいいですか。カシミル。カシミル。カシミル。あれカシミル。じゃあ私飲み終わって。すいません、いただきます、この台風この台風の中買いに行かせるんですか、確かにうまい買いに行ったら終わる、終わるよ、うまいそこうまいうまいお酒入ってるこれ、あ、そっち一番、あの一番牛乳欲しくないやつ食べちゃったどれやお酒入ってるのかな、やばい、酔うやつもあるかも、酔うなんかでも中になんか入ってる系のやつが多い、色々入ってしまう、えおっと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 、ともきもお土産長くない、それ拾う必要あります、それうまいやつ、うまいうまい、さっきから聞いてる、あとこう沈黙は良くない、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 いい感じのやつ、ね、いいムーブ、いいいいお、いいムーブ、すごいドンピシャ、上手ね、上手完全に攻略してる、ここしかも、いい位置、上手ね、どこのさ、はい、どこの裏道の、どこの裏道のおばちゃんなのはい、どうぞ、腰きますね、日本の人じゃないんですよ、お尻の尻の、すごい尻の、おー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 、攻略してる、なんすか、あのガム、あのガム、運極かなんかなんすかやたら出てます、欲しいけどな、でも触る、欲しいけど触りたくないですよねちょっとなるか。やっぱね。おお。うまいんだけど。うまい。うまい。順調っすね。順調です。今のところ。はい、組し。止まんなくなるやつ。俺止まった。よし、もうみんな片っ端からやっつけていく。いけ。ガリガリし。か。全部悪いやつ。今あの。悪いやつクリーミーなやつが入ってたんですけど、クリーミーですごい甘いやつが入ってた、濃厚ミルク、いや、まだチョコ、ヌガ、ヌガヌガコーヒーっぽいやつ、そろそろ出社の人もいるのかな、確かに学校もね、学校ね、電車乗らないとね、今のは当たったかな、時代時代だね、反省をしていくスタイル、おー、ちょっと、おー、おー、おー、すごい、なんだ今の、うまい、ラッキーラッキー、おー、あー、出てきた、女性ターンだったのか、いやだね、ダイオンが、いいんじゃないですか、でもね、これでね、朝使えないですよね、直で、そうなんですよ、ね、殴れますもんね、全然新幹線で見てます、頑張れ、新幹線、いろんなところからすごいですね、上の子、上のアグニさんって危なくないですか、あ
ミスはあのでかいのはないはず。よっしゃ、いただきます。ここまで生きてたことないですからね。あ、でもずっとあの酸素が、でも攻撃でもしますよ。すごい、また両方、うん、すごい、てかさっきからすごい引っかかりますね。いいっすね、いいっすね、うん、すごい。朝水当たりますね、これ。あっ、ゲージショットを、ゲージをミスってしまった。あ、そうか、へぇー、ハートが来ますね。ハート来ましたね。何ターンでヤバいやつなんですか、これ。多分3重ねのやつ見えない。3つのやつだ。2じゃない、結構ヤバい、結構危ないですか。なるほど、結構ヤバいんですよ。使うなら早めに使いたいっすよね。どうですかね、うん、どう、うん、ブロックが邪魔っすね、うん、なかなか厄介ですよね。暴れろい。オッケーオッケーオッケー、防御下げれれば、防御下げれれば、これならできますよ。いた、お、いけそういけそう、いける、いけ、オッケー、ありがとうございます。はい、地味にもう7時23分ですからね。いい時間じゃないですか。いい時間だ。まあまあ時間が危なくなってきてる。クリア回数のやつは7時半まで、7時半までですね。あれちょい、ガチャキャラこれね、音楽の最後に言うやつね。そうそうそう、ガチャキャラ、ガチャキャラに聞いてほしい。まあ言ったらね、お前病気だって言われたんですよ。はいはい、まあお手手悪いやつでしたね。お手手悪いやつ、お手手速攻でやっつけますよ。ガブをね、ガブ近くに言おう、はい、ちょっと、まあ、16番であるから、まあ、近くに置きやすいですよね。そうですね、さあ、置いていく。まだ弱点はあれですね、ちっちゃくないですね。それね、驚いてほしい、驚いてほしいの、ちっちゃさじゃなくて、中に入ってるってことを驚いてほしい。本当はそこに驚いていただきたい。当てられないよっていう、中に入ってるっていうことなんだ。そうそうそう、だから貫通でこの時、ガムの電気とかも実はこの時いいんですよね。うわーっと、大ダメージですよ、これ。いいですね。うわやだ、ガムに積極的に当てていく。おー、電力が、ああ、サントルカム。今日も実況が入る。元気を取り戻してきたと思う。ひたすら、ガブで当てていく。眠気を、眠気を振り払うからね。喋り始めました。急にね。急に喋り始めました。いいダメージだ、これは。いや、もう一応このフィナーレに向けてね。フィナーレに向けて。フィナーレに向けてね。ジョコンのメインで削ろうというところですよ。常人と感覚が違うんだ。ハートも取っていく。いや、いい位置ですね。これは次ステージね。これはいいですね、うん、お、これはガブ届くのか。届く、お、止めた、ケイ、止めた、いけるか、突破できるか。おー、よし、出てましたね。こっからまたね、ここからまた未知のゾーンに。未知ですよね。ほう、めっちゃガブリエル位置。さあ、すげえ位置じゃないですか、これ。なんかこのスペース怖いですね、上の方のね。これラッキーだ。さあ、ここはもう出てるか、ね、ガブを出てるか。これはいいよ。アーサーもいい位置いるな。寄っていく。あ、まだ、まだ、すげえ、減速。止まってしまったぞ。
こういうことなんですね。いっぱい重なっていた。こういうことなんですね。いっぱい手があった。しかも半日モードいっぱい手があった。でもガンが依然位置にいる。半日モード。半日モードですね。この反撃、無駄に理解してないですけど。ガブを狙っていく。アップします。これマジ意味わかんない。M4 の意味わかんない。M4 も分かってない。これでも分かっても分かんない。ダブ分かっても気にしようがなくない。ダウン、これね、防御ダウンとアップ。右手と左手で分かれてる。あ、右手と左手で分かれてるんだ。でかいのとちっちゃいのですか。そうですね。どっちがどっちだ、どっちかわかんない。それは村井さんがきっと解明してくれるんじゃないですか。下でカンカンする方がいいのか、横でカンカンする方がいいのか。弱点は右ですね。下スペースが狭ければ、まあダメージもですね。こちらは行ってないんだ。にゃにゃ大丈夫です。にゃガチってラン。おわ、でもちょっとこう削りだとなんか足りなそうな感じしますよね。右手と左手、でも完全に今もう挟まってる感じですよね。もうニーベさんからさあ、ニーベ削りせい。おっと、ここは当たりか、当たりか、当たりか、当たりっぽいぞ、当たりっぽいぞ。よし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 、ダウンだぞ。うまくいきましたね。どっちがどっちだったんでしょうね、今ね。さあ、そしてこれに溶けちゃうんですよ。どっちだったの。あ、どっちだったでしょう。もう行っちゃうぞ、友情で。どっちだったでしょう。これどっちの方かな。どっちでしょうね。いい方だろ、いい方だろ。どっちでしょうね。どうだろう。当たり。あ、でもいやー、OK、当たり。ちっちゃい方が。左手が当たりかな。左手が当たりかな。左手でしたね、今の。さあ、まだする。左手だから、こっちだね。ちっちゃい方。ちっちゃい方がめっちゃたくさんいる、確かに。ここはね、さっきより簡単ですね。ガブの勢いであんま良くないですね。ほんとガブちゃんやってたらめっちゃ強かった。めっちゃ強かったですね。右手めっちゃ多いな。また反撃モードじゃないですかね。そう、今回はね、またちょっと違う。なんか怪しい配置してますよね。どういうこと。どういうことだ。このボス4つ分全部ね、その手の動きが違うんですよ。あれ、アンサーガブの位置ですね、いけますね。ガブがいい。ガブの位置、これ抜けたらいいですね。届く位置なんとしても当てたい。この位置でも十分、今ここでも十分活躍します。打っていく。うーん、強い。手が何個か取れましたね。おっと、あの読みてしまったということは、なんとなく分かりましたね。左の手は危ない手ですね。危ない手ですね。当てに届くんで、何個か取れればいいですね。さあ、頑張っていただきたい。届くのか、これは。さあ、届くのか。うわ、すげえダメージ。おっと、OK。 いい、高い。お、いいダメージ。なんだあれは。攻撃力上がった。攻撃アップです。怖いですね。倒したい。ただまあ、あ、これガム、あ、ガムで全然溜まるから。狙えそうです。ガムいい感じ。あとで、左攻撃の点滅してます。もう。友情で。削り切れるか。おっと。おー、いったー。チェイ。すげえ。いよいよラスト。いった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 。ラストラストラスト。ニーベルゲ、ニーベルゲいますからね。あ、いやーなんか、そうか。あ、でもただこのラストの手が一番もうめんどくさいしややこしいし、あの困りますね。してしまった。確かに。さあ。踏みたくないね。しかも絶対踏みたくないな。魔法陣。さあ、気をつけたいのがそのドクロが出てるのがね。ああ、いるいる。これね、我々 TT してるけど、スタッフ側はもう完全に満身そうになりたいですよ。2個踏んで右の方行きます。スタッフ方面全滅してるそうですね。そうですね。ガガメのボタン、あとこです。今の拍手でみんな起きたからね。
ったっと。まあ、いずれにしても次のターン全然使えないんで ね、あれですが防御アップ、さあ防御アップしますね。もうでもね、あの、やり直す時間ないです。打っちゃっていいから。時間ないですか。打てばひよこかれへんですね。これやり直し時間ないんだったら、もう全力でアドバイスした方がいいんじゃないですか。ある程度、アドバイスモード、打っちゃいますけど、全力アドバイスモードスイッチオンみたいな感じで、あん、おー、サラダ打っちゃっていい。アドバイスモード、俺は打っていいと思います。俺も打っちゃって、打っちゃいます。みんなちょっとコメントも OK よ。 OK、 コメントも OK、 コメントも OK、 よいしょ、いいダメージ。防御アップ。ニベルミアあるのでかいっすね。ニベルミアも打てる。全部パー。全員に当てたらでかいっすね。全員に当てる方法。全員に当てる方法。検索。どっかの。下からか。下からか。縦じゃないですか。縦。全部パー。ニベルミア。届いて。ああ届かない。やべえな。ぶっ壊した方がいいと思う。でも手壊すの回復もあるんで。手壊しでぶっ壊した方がいい。手壊さないとまずい。手を壊す意識でムーブした方がいい。HP1 になるやつも使ってるでしょ。確かに、そうか。それがありましたね。手はなんか壊しとかね。回復する意識で。左の手はもう全開でぶん殴った方がいいですね。左手って下？下の手？下でちょっと支援入ってるから。右手ってものがありますね。むしろ右手。左の方にある手を。左の方にある手。左遅延もしてますし。うん、あ右手は遅延。左？うん、わかんない。画面の左側の方を壊した方がいいですね。そうですね。遅延してるの。画面右側の手は遅延してるんで。大きいやつ。大きい方を攻撃した方がいいんじゃないですか。大きい方。左の方の右手だ。左の方の右手、楽しい。右手の。うん、そうですね。じゃあ、右の方かな。そうですね、弱点通って朝まで行けば多分、うん、薄く下がる。朝触りたい。めっちゃついてますね。ついてる角度が急すぎる。なるほど、ベルダンディのスピードを持ってすから横の方がいいと思うんだよ。なるほど、横の確実か。横だったら左の手の弱点は 100% 通るじゃないですか。通る。いやー、最近乗って。帰ってきてバカで乗って、左手を打って、アーサーで下まで行くスピードもあると思います。今、全力アドバイスしてください。じゃあ、横で行きます。角度大丈夫ですか。角度はどうですか、うん、これでいいですか。動きそうな気がしますね、アーサーまでは。行きます。いいと思います。ちょっとずれたけど、アーサー、行け行け。お、2体倒した。オッケーオッケーオッケー。サラダから持ってきた。ここでガブちゃんとアーサーは絶対にヒヨコにしたくないです。ガブはヒヨコ解除してるから、これ絶対。次へ先生、解除したい。絶対ヒヨコ解除してください。いや、縦の方がいい。縦。左向いてますよ、それ。3踏みでもいいんじゃないですか。3踏みでもいいよね。あ、そういうこと。あ、そうか、そうか。ガッチャンもちょっとつけないとかね。はいはいはい。左3踏み。これぐらいでいきますね。はい、縦の左3踏み。縦の左3踏み。完全に縦感でもいいですし。すっ迷いが。迷いが生じてる。これ一旦攻撃って、あの、あれですよね。こう、怒ってるところ4ですよ。4。縦。これ2じゃないの。あれ、いや、遅延してるから。あ、そうか、遅延してる。縦。あ、2、1。あー、ガブが。なんとかしてくれるか。立て。はい。はい。もし解除解除とりあえず。よし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 。アーサーも絶対ひよこじゃないですね。ひよこない。そうですね。まったく。拾って。挟まりに行くと怖いですね。もうほとんど立て感しかないですね。ガブの SS だけでいける気もするけど、全部踏んだら6個ですね。そうですね。全部踏むのは結構リスキーじゃないですか。結構リスキーですよ。ガブの SS でなんかいけないかな。弱点によるのかな。
ちっちゃい弱点になれば友情出してこうっていうコメントもあるが、何の友情当たるのか、全員でガブに当たれ、全振り、ガブに当てる、全振りチャレンジ、コメントはもうガブ当てるフィニッシュできそうな気もしますね。友情出して、ガブ当て、友情出してガブフィニッシュでいいじゃないですか。俺ガブ当てときましょう。じゃあ全振りですか。全振り、全振りいける。めっちゃのぞくかいきます。おいいだろ、おお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 お友情ガンガンいきましょう。2位はひよこでも何でも、もう何でも、うん、あとアーサー、アーサー、まあ、全員当てましょうか。全員友情当てて、アーツ、うわー、うわー、アーツ、ガムいらなかったっすね、これ。ガムいらなかった、アーツいらなかったっすね。おー、いきます、いました。あっちの方になった。